鏡の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前のスポーン。はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。嘘だろ、今回も張り切って参りましょう。私が FB37 です。そして私がこの嘘と真実が紛れたとてつもない世界に現れた男、キックマーク2。どうも、奥です。ヤブです。さて、では、今回もやっていくんですけども、今回は僕が前見つけた行動に行きましょう。行動に行くというその行動、すごい行動力だろ。はい、じゃあ行こうか。うわーん、じゃあみんなアロマの飛行機で行こうか。いやヘリコプターはならあるわ。2人乗りヘリコプターって何人乗れんの。あれ2人乗りだわ、残念ながら。意味ねえじゃん、2人で乗れんだな。おー、しかもあれ扱いにくいんだって。やめとけやめとけ、ちゃんと今回用に武器も作っといたから。うわ、ミニガンだ。ミニガンも作っといた。これぶっ放してやるで。うわ、まともな銃持ってねえんだ。まあいいや、気をつけろ。でも行動はマジで危険がいっぱいだからな。よし、はい、よし、じゃあキックンとアロマは空から攻めろ。いや、ちょっとそれはあんまり乗り気じゃないっすね。多分俺ら到着しない。後で知ったけどあれ相当だな。たどり着けなくていいんだったらそれでも一緒にいいけど。ダメか、分かった、じゃあ普通に陸路から行こう。歩兵部隊もうね、足並みが揃わないことはやめよう。お前らがだって冒険好きのお前らですらそう言うんだから相当なんだな。あれは相当ですよ。あの中、そうあれか、あれだ。あ、わかりやすい。あそこか。ちゃんと目印つけておいたんだ。えらい。あらだす。えらい。近いところに地下の洞窟があるなんて。あ、地下なだけに近い。さあ、こっから降りれば。ジェットパック。ここ降りんかい。行くぞ。気をつけろよ。はい、危ない、びっくりした。おわあ。さあ、来ました、行動でございます。久々行動。さあ、ここでね、石炭を見つけてちょっと頑張って。あ、ちなみにね、ここ毒蜘蛛地帯なんだけどさ、ちょっとまずここを制圧していいかな。いたやってくれ。やりたいんだけど、こいつらね、このこれに隠れて当たんねえんだよ、攻撃。あ、来るぞ。結構謎のあれ、上限運動じゃないですか。右限撃つけど、ちょっと待って、お前らに向かったら行くぞ。あ、気をつけろよ。よし、行け。あ、あれ撃てない。あれリロードした。おい何してるだ。あれ撃てんぞ。まだあれ、これまだ 2? 全然撃てない。めっちゃ時間かかるぞ。あれ期待しといて。何これ、左クリックで構えて右打ちとかじゃ可能性もあるぞ。いや、やってんだけどね。いつだよあれみたいに。左クリックで構えて、うん、右クリックね。右クリックで。いや、撃てないな。ちょっとじゃあアルマに渡そう。いるドクグマ。あかんそんなことやっとる場合か。いてドクグマの毒マジ痛いんだって。お前構えてる時間普通に剣で殴れば倒せたじゃん。弾は入ってるね。弾は入ってる。撃てない。撃てませーん。しきしょう。違うわけでもないしな。やべえ、毒も来てる。よし、分かった。もう早っ。パイナップル投げた。待て。お、パイナップルいいぞ、パイナップル。いて。あ、また来てる。あ、来てない。大丈夫。大丈夫、食らっただけ。見ろ。手榴弾投げるぞ。ほら、手榴弾だ。ドーン。お前の手榴弾にいい思い出はないんだけど。イエーイ。おお。すげえ。うわ、やべ、来た。危ない。終わっちゃったから。とりあえず封じ込めようか。そうだ、あれ封じて、早く。もう、てか、いや、もういいよ。その、スポンブル壊しちゃう。いらん。ダメだ。雲に当たらん。よっしゃ。よくやった。いや、雲ね、意外と変だね。なんか範囲を。やべ。ハサミ欲しいです。
今言うなよ。ちゃんと鉱石も持ってけよ。いいです。チェストないか、チェスト。そういえば。チェスト持ってきてる。あ、そういう意味じゃなくて、このボーナスチェストがあってもおかしくないんだけどね。この辺りに。どこにあるでしょう。ちょっと。ボーナスチェスト。だいたいこの雲のスポーンベルト。やべー、燃えゾンビだ。あー、燃えゾンビ、燃えゾンビ、マジ逃げろ一回。あー、チェストねえな、チキショー。待て待て、あっぶねー。サービスタイムは？サービスタイムねえ、チキショー。してやられたぜ。どこだよ。ちゃんと鉱石取ってけって。そうだ。それが目的の一つだぞ。あと石炭も結構、今は重要だぞ。こっちも、とりあえず行き止まりか。よし、じゃあ、こっちの方に行こう。はーい。あと線路も、後々役立つだろうから、取っていこう。ちゃんと。続くよ、どこまでも、イエーイ。どこまでも、はい、イエーイ。おい、いっぱいあるね。金も、お願いします。遠心部。いて、また食らった。いや、ドリルもう一個持ってくればよかったなぁ。あー、またいるじゃん。結構一回引け。やばいぞ。はーい。ドック食らったら一回引け。くそ。すげえ、ここ。パイナップル投げたろ。おらぁ！は、今、俺思った。このパイナップル投げたら、ボーナスチェストあったら絶対壊れる。そうだお前、染み込んでる。また来てる、染み込んでる。ちょっと。壊れたら消えんの、やっぱり。いてあー、爆発消えるでしょ、爆風に巻き込まれたら消えるだろう。あー、チェストあった、右にあった。え、マジで？いや、一回こう制圧する。一回制圧するぞ。とりあえず、あれを破壊。うわー、下にいた。よし、オッケー、破壊オッケー、破壊オッケー。強い。オッケー、ボーナスチェスト、中身は何だろうな。トロッコに。マイルド。でも、スイカマイルドだった？マイルドだったわ。もうアイテム満杯だわ、あと。早っ。あ、金。危ない！うわ、地下に回った。危ないから。で、助けて！あー、早い。とうとう、やばい。ゾンビがドラグノフ装備した俺の。やばい、やばい、やばい。あと、あれだわ。下すぐ近くマグマあるから、気をつけてくれ。わかった。やばい。アロマどこで死んだの？ここか。すぐ下。大丈夫かな、下。お。広い、ね。雲が来た。うわー、下にも雲がいる。ちょっと一回、塞いじゃおう。あ、いた。あ、びっくりした。はいはいはい。ゾンビのお前ではドラグノフを使いこなせまい。くそ、勝て。すごい分かったな。よし、オッケー。回収。水ない。水忘れちゃった。この装備回収できた？ああ、ほぼ回収したと思う。ちょっと待って。このさ、炭鉱のチェスチョにも。炭鉱のチェスチョにも、イリジウム入ってたりすんのかな。期待しよう。確かに。期待したいところ。やっぱ、強え。大いなる期待をしようじゃないか。毒蜘蛛も強いっす。いや、毒蜘蛛もマジで強い。しかもなんかわけわかんない動きしてくるし。わあ！え？そんなある？どうした？あいつどっからやってきたね。クリーパー？うん。俺のアイテム拾える？どこにいるかわかっ、分かっちゃいたけど、もう勝手にみんな死んでくから収集つかなくなるぞ、そのうち。みんなおのおの勝手に行動して勝手に行動して勝手に死んでいくという勝手に死んでいく。そう、4人で行動するという選択肢あまりない。今のマジ人殺スイッチだったぜ。いやマジ雲の動きが読めない。あそこか。謎の上下運動を繰り返した挙句、変な距離感から攻撃してくるから、もう、いやー、死ぬー、もう、やだ、やめて、もう、やだ、なんなのよ、クマなんて嫌いでは。さあ、どうでもいいけど、キックのアイテム大丈夫か。いや、俺今、もう現場付近まで来た。お。へぇ、違いましたーん。違うんかい。ドワー、もう、クリーパー。あー、なんか爆発した。あ、今、パパスがやられたぞ。ぬわー、ぬわー、ぬわー、来た、ぬわー、来た、アップねー、死ぬ。すげえ、パパスだらけやん。パパスだらけ。パパスだらけ。よっしゃ、アイテム回収できた。ちゃんとマイニングレーザーの。また何モードになってるか、確認しないとな。は？は？なにこれ？うわぁ！あいつしただけお化け屋敷みたいになってるじゃないか。やばい！やぁ！
おわなんで、ね、しかもシルバーフィッシュにやれてる、ね、一番やっちゃいけねえやつやったな。あ、やべえ、毒蜘蛛だ。マジ、え、ってこと俺ね、燃やされた。ああ。アイテム。マジで可能性ありだね。え、溶岩の中で死んだの？か、わかんない。なんか死亡の仕方、そんな感じだったよ、今。え、シルバーフィッシュ。ね、試みたって。マジありえない、今の。おー、しかも俺のバッテリー残量が少なくなってる。なんでやねん。絶対許さねえ。危ねえ。危ねえ。広いな、ここ。いや、ここクソ広いわ。誰かこっち来てくれ、一人。どっちだかわからん。とりあえずチェスト。ああ、キックンの。ちょっと待って、ごめん。あ、俺ちょっとキックンのアイテム。うん。今、拾うわ。まあ、残ってるやつは残ってる。おお。あのね、2箇所に分かれてるはず、アイテム。はいはいはい。すぐ近くにもう1箇所ね、あるはずだから。ほんとだ。溶岩見つけたら、まず消さんとあかんで。違うって、もう、そんな状況じゃなかったから。危なく俺の怒りが頂点に達するとこだった。危なかった。宇宙天家族じゃん。世界が俺の怒りで滅びそうだった。回収しとこう。ああ、マイニングレーザーが見つからんわ。あら。マジか。消えた可能性は。それは痛いね。一番大事なのが。ああ、びっくりした。すげえ、レアものゲットしたと思ったら俺の荷物。やばい、物資も豊富すぎて、ちょくちょく帰らんと。さすが炭鉱なだけあって、はかどるな。その分武士も。まあ、俺は失った。失うものでかいね。これを機にレーザーぐらい作ってこい、自分で。レーザー作りは楽しいぞ。はかどっちゃう？ああ。あ、これも必要なの？え、これも必要なの？え、またこれ？え、どういうこと？みたいな。はじゃあ、ちょっと遠慮しとくわ。正直、レーザー作りたくないもん、全然俺。そういえば、アロマ、もう大丈夫なの？助けを求めてたよ、さっき。まあ。遅っ。忘れてた。忘れてた。雲のスポナーがあったから。あ、やばい。ああ。まただ！殺される！これは死ぬぞ！行って！行って！めっちゃ、奇跡。なんで直線上にいるんだよ、俺の。しかも、そんな確率で当たる？ピンポイントで当たった。まあ、その辺、マグマあるかもしれないから気をつけろよ。あった。あ、そっち、その辺じゃなかったわ。あ、まあ、俺は、レールを取ってるわけだから。チェスト発見。おー、チェスト発見。頼む、イリジウム。あ、イリジウム入ってたー。うえシャード入ってました、二つ。おー、でもシャード二つか。素晴らしい。オレが入ってればな。全然足りないっすね。まあでも、いや、これで入ってることが分かったのはでかいぞ。俺らの冒険に価値を見出してきたぞ。俺が。え、お前かよ。お前個人の問題かよ。しかもさっきまで価値を見出してなかった。お前が行こうって言ったじゃん。現在の攻略進行度はどんぐらいなの？いや、全然でしょ。正直。わからんね、うん、どんぐらいか。え、ちょっとだって、大マップにしてみる。ボコボコにしてやりたくなってくるもん、これは。わかる。いや、めちゃくちゃ広いで。あ、わからんね。みんな、4人がバラバラに動いてるおかげで、だいぶ、あれかも。もう、なんもないもん。でも、この石炭が出るだけで、だいぶいいだろ。あ、てか、そろそろマジで、あれ作んなきゃ。エクスペリメンタルディメンション。え？あ、それ。エンチャントテーブル。頭悪そう。あ、そっち。それね、確かにね。よし、わかった。じゃあ、俺はもし一回戻ったら、もうエンチャントテーブル作るわ。アロマ、でもサトウキビの状況はどう？結構できてる？サトウキビ。あ、けど、そんな数ないかもしらん。ああ、本か。上、噂ってはいるけど。あれ？本当に本屋さんがあればいいんだけどな。あ、これ、ん？そうだね。そんな、お前、トルネコじゃないんだから。ドゥルドゥルドゥッドゥッドゥルルルドゥッドゥルルル。トルネコのさ、ネネってさ、めっちゃ年離れてんでしょ、トルネコと。そうなの？
そうなの？闇深くない？投資金持ってるし、トルネコ。そっか、やっぱ金か。うん。それは若い女もついてくるよ。デブでも。いや、ひでえ！なんちゅうこと言うねん。ひどーい。なんて、だって勇者のパーティーだからな、あいつだって。そうだ、まあそうだよね。ただのデブとは違うから。動けるデブだしね。あんたって最強装備が正義のそろばんだからな。ね。金勘定しかするつもりないもん。でも、ダンジョンシリーズだったら、装備さえ揃えば強くない？あいつ。ていうか、あいつまず、ロトの剣装備できるし。確かに。あいつ、あいつロトの子孫だから、普通に。そういや、そうだ。普通にロトの子孫。勇者現る。勇者現る。うわ、レッドストーンももう持てねえ。くそ、とんねえ。お前マジ、ガンダムじゃねえんだから、ビームで戦うのやめろや。ピン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 じゃねえんだよ。10年だって。ここ良さそうだな。この大部屋、ほっ、あの、上への道をつなげておきまーす。この辺ならきっと。うわぁ、まだ奥ありますね。お、ここも水が。お、ういーさあ。大部屋ホット。ちょっとじゃあ、私は、エンチャントテーブル作るんで、引き続き探索頼んだ。戻りますか。ゲストも。はーい。君を連れて行くよ。